大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、今回は初代弾劾爆弾デスマッチ王者決定トーナメント3回戦第3試合をお届けします。対戦カードの方は本田多門 VS 坂口誠二ですね。では試合開始です。日本人対決としてはなかなか赤いコスチューム対決と言ってもいいんでしょうかね。まあ、何回かお話してますけど、坂口誠二が、よくできたレスラーに仕上がって個人的にはすごい気に入ってるんですけどね。この動画を、に対してちゃんとコメントをいただく、まあ、ファンといいますかね、チャンネル登録のしていただいている方がおられまして、その方からこうコメントで、腰を狙う、腰をこう一点集中するレスラーを作ってみてはどうですかというご意見をいただきまして実現した、坂口誠二です。まあ、坂口誠二を選んだのは僕なんですけどもね。で出来上がった坂口誠二を見て僕はすごい喜んでるんですけどもね。なかなか面白いレスラーに育ったと。さあ対する本田多門、全身タイツといいますかね、ツーショルダーの、アマレスタイプの衣装を着ているのが、本田多門です。本田多門も地味というか飛んだり跳ねたりするようなレスリングじゃなくてどっしり構えたレスリングをするのがかっこいいですよね。職人系です。まあでもやっぱりプロレスって、最近のプロレスやっぱり難しいのは、花がないレスラーってやっぱりなかなかこう長生きできないというか売れないというかあれですね、難しくなってきました。全く僕個人の趣味で言えばもう別に全然花なんかなくてムスッとしてる感じのコア表のレスラーがやっぱり好きなんですけどね。何でもかんでもこうなんかチャラチャラしてるのはなんかどうかなと思ったりするんですけど、皆さんどうでしょうかね。まあ、ですので、このファイプロ、坂口誠二が被弾しましたね。現在この団体といったらいいんですかね、架空団体 WMW という、団体を、運営じゃないですけどもね、やってるんですけども、そこに出場するのは、自分が好きなレスラーだけです。できるだけ地味な感じが多いですね。なので、先に言っときますけど、内藤哲也は、僕すいません嫌いです。だから多分ここで登場することはありません。あと高橋ヒロムも嫌いです。嫌いなレスラーを言っていけばちょっとキリがないんですけど、逆に石井智弘でしたっけね、なんかは好きなんですけど、なんかちょっとこう再現するのをどうしようかなって今ためらってます。まあ、それよりももうちょっと古いと言ったらいいですかね、有名だけども古いレスラーを今、何人か作ってますのでまた公開したいと思います。さあ試合時間の方は6分ですね、間もなく。さあ坂口誠二が被弾したので、ちょっと厳しい状況ですが、本田多門はまだ倒れませんからかなり有利ですね。これはさあロープに投げてランニングネックブリーカードロップ、さあそこからヘッドバットに行って起こした坂口がでもパンチで返してシュミット式バックブリーカー、さあバックブリーカーから逆エビ固め、反り逆エビ固めですね。かなり厳しい角度です。これをやられると腰にダメージがあるでしょう。しかし本田多門も、すぐに立ち上がって STF を決めていますね。坂口誠二は流血してるからちょっと苦しいところでしょう。さあ本田多門はできたらここで、できるだけダメージを残さないで勝ち上がりたいところでしょう。坂口誠二としてはここで負けないようにするにはもう一つずつ腰を狙うしかないですね。さあバックのトレーになって本田多門がバックドロップ、いいですね。強烈な角度で持っていきましたね。さあそしてタックルから、しかし坂口もこれは耐えて蹴り上げましたね。さあ今度は逆に坂口が本田多門を捕まえて立ち上がらせる、バックは取れない。あっと出ました、本田多門、先ほど言ったマーク・ルインとの、戦いもありましたね。スタンディングの肩固めです。本田多門の場合は回転五輪固めの、一連の流れという形ですね。
さあヘッドバットから STF、 本当は多分調子がいいですね。坂口誠二はちょっと後がなく苦しくなってきたところでしょう。さあしかしまだ諦めませんね、バックブリーカー、アルゼンチンバックブリーカーで攻めます。さあしかしまだ肩固めできますね。そういえばアルゼンチンバックブリーカーとカナディアンバックブリーカーともう一個バックブリーカーってありますよね。あのニューヨーク式だったかなんか、アンドレザジャイアントが昔使ってたんやったっけ、ドンレオジョナサンでしたっけね。あの形式のバックブリーカーもなんかほとんど使う人がいないからでしょうかね。たまに昔の、怪力派怪力レスラーは使ってたような気がするんですが、さあそう言ってる間にダルマ式のジャーマンが決まった。カウントが入る。おっと 2.9 です。坂口なんとか粘りました。そしてバックブリーカー諦めない。しかしちょっとスタミナ切れのようですね。ここで追い打ちをかけたいところですが、坂口これはちょっと苦しい。これは肩固めで息が詰まっているということなのでしょうか。さあギブアップはまだしない。まだ耐えてますね。坂口なんとか根性で耐えているようです。さあこれは名勝負の予感か。さあ今度はカナディアンバックブリーカーですよね。カナディアンバックブリーカーで本田多門の腰を痛めていくが、坂口の攻め疲れが見られます。さあシュミット式バックブリーカー追い打ちがいけない。流血のせいでしょうか。本田多門はこれはなんとか逃げ切りたいところでしょう。いや坂口誠二すごいですね。どんどん攻めています。さあバックを取って、しかしバックを取り返したのは本田多門の方。そして持ち上げて後ろに落とす。そこには椅子があった。関係ないがイメージ的には。さあ椅子の上のダルマ式ジャーマンが決まらない。なんと2です。2でいきました。坂口誠二根性を見せているのでしょう。そして腰を攻めていきます。これでもしギブアップが取れるのは大逆転と言っていいでしょう。さあ本田球も苦しくなってきた。ヘッドバット続きの連打から、さあ中央に寄せて STF でいく。ここはちょっと本田球も休憩したいところか。さあ試合時間は14分となりました。なかなか白熱したシーソーゲームになってきたのではないでしょうか。さあジャンピングのパイルドライバー、これはどうだ。フォールに行くが、おっと 2.9 です。ミスター高橋でも 2.9 です。しかし本田球が一気にタックル。しかし坂口誠二も蹴り返す。2人とも起き上がれない。さあ組んでどうなる。坂口誠二がシュミット式バックブリーカーから投げる。まだまだ若い者には負けないということでしょうか。さあ組み合って、坂口誠二がアルゼンチンバックブリーカーに行く。まだギブアップはしない。さあそろそろ本田球の腰も危なくなってきたのではないでしょうか。まだ転がる様子は見せていませんよね。転がる姿は見てないのでまだ大丈夫なのか。さあ本田球を置きたいけども動けない。さあバックを取った坂口、しかしバックを取り返す。さあ何回と繰り返されたダルマジャーマンがカウントが入る。2です。まだ2です。倒れたところに坂口誠二の血だるまなった。坂口誠二の血だまりですね。血だるまじゃなくて血だまりができましたが、それでもまだ耐えます。坂口誠二どこまで耐えるのか。この気力はどこから出てくるんでしょうか。試合時間は間もなく17分となります。この3回戦あっという間に試合が終わると思われたんですけども、さあ本田多門は気合を入れましたが、坂口誠二がそれをさせない。さあ立って本田多門はフラフラだが、さあそしてもう一度バックブリーカーで攻める。まだ腰は本田多門の腰はまだ持つのか。そしてボードのところで戦われると見えにくい、見えにくいですが、さあそして回転五輪固め、あーっとここでたまらず坂口誠二ギブアップです。いやー坂口誠二大健闘ではないでしょうか。本田多門はもうギリギリのところだったでしょう。楽に上がれば次の試合が、余裕で勝てるという状況でしたが、坂口誠二がそう簡単には勝たせないというところでしょうかね。17分45秒ローリング肩固めにより、本田多門が坂口誠二を制した試合でしたね。坂口誠二を制すってちょっとややこしいですけどもね。さあこれで本田多門の方が
ベスト4に勝ち上がりました。先に勝ち上がったマーク・ルーインと、肩固め対決が見れるかもしれないということになってきましたね。はい、というわけで、トーナメント3回戦第3試合がこれで終わりました。じゃあ今日は残り1試合実況していきたいと思いますので、よかったらまた見てください。ではまた。